越し屋三条名店街、今回はおしゃれなギターのお店ビッグボスさんに伺いました。宇崎さん、こんにちは。こんにちは。宇崎さん、春ですが、はい、どのような方がお店にいらっしゃいますか？春の季節は、はい、高校生、大学生、まあ、中学生もなんですけど、はい、これから新入生で入って入学してこれからギター始められたいっていうお客さんが非常に多いですね。そうなんですね。そういった方にはどのようなギターをおすすめされるんでしょうか？まあ、初心者の方が比較的多いので、はい、まあ、あまりなるべく高くないというか求めやすい価格帯のやつが多いですけども、例えば最安値から紹介させてもらうと、はい、9800円から1万円以下で、はい、入門ギターですね。一番やはり使いやすさもこちらが使いやすいですか？そうですね、まあ、とにかくもうお安いやつでまずはっていう方はこの辺からスタートなんですけども、はい、実は意外とお客様のリクエストであまり安すぎないやつがいいという、ちょっといいやつがいいっていうお客様が意外と多いので、はい、そういう方はやはりちょっとランクを上げてもらって2万円台、はい、こちらもしくは3万、4万円台、はい、この辺の価格が非常に多いですね。形も少しずつ、はい、変わってきますね。そうですね、エレキギターっていうのは形が本当にいろいろあるので、はい、なるほど。デザインとかから入ってもらってもいいと思いますし。ちなみに出崎さんのおすすめのギターはどちらですか？僕のおすすめですか？僕の本当のおすすめだと値段が一気に跳ね上がるので、比較的初心者の方向けで、はいはい、紹介させてもらいましょうか。でしたら特に人気なんですけど、ここの時期、はい、テレキャスター、ちょっと形が違うギターなんですけど、これテレキャスターっていうテレキャスター、はいはい、モデルですね。非常にシンプルなんですけども、はい、スタイリッシュでデザインもおしゃれですし、どういった曲を弾くのがおすすめですか？まあ、比較的オールジャンルで対応できるギターっていうのもありますし、はい、まあ、最近の傾向でしたらやっぱりロックな、はい、感じから、まあ、ポップスとかそういうところにも使われますね。特に女性に人気があります。はい、ありがとうございます。はい、今回はおしゃれなギターのお店ビッグボス京都さんに伺いました。どうもありがとうございます。